この間ゲームセンター CX でね、やってたんですよね。これ宝なんですね。まあ、もともとこうネオジオのゲームですもんね。ネオジオのゲームといえば移植するのは宝というイメージが強いんですけどね。これやるのは初めてですね。ハード、これ、あ、そうかそうか。ノーマルでいいやな、もちろん。まあ、やってみましょう。これ前、僕、1をやってますよね。スーパーファミコン版の1と、あと、ネオジオ版の1をやったことありましたけどね。2やるのは初めてです。で、3体のキャラから使えるんですけども、このサイバーオーグが一番なんか使いやすいみたいです。これ、明星バトルコロシアムにも出てきたキャラクターですね。このサイバーオーグっていうロボットはね、地球上の全生物に次ぐ、我々は今より地球。このゴリラ型ロボットが、これがあれでサイバーウーですね。ああ、ロボットプロ、なんていうかな、モンスタープロレスって感じですよね、このゲームね。必殺技どうやって使うんやろ。ああ、死んだ。一気死んだ。必殺技あるんですけど、出し方がわからんな。どんな使い方かわかんない。雑魚戦みたいなのもあるんですよね。あ、ボブや。雑魚戦ですよね、これはね。さぞさか出し方わかんないな。これでボスか。再びボス戦ですね。あ、死んだ。必殺技の出し方がわかんないな。説明書がないからな。なんか回転、なんかこう、ダブルラリアットみたいな技があるんですけど。出し方がわかんない。あれがすげえ使いやすいらしいんですけど。ああ、やられた。あ、死んだ。ゲームオーバーですね。コントに3回。じゃあ、これ使ってみるか。他のキャラでいける。
ドラゴン型のね、恐竜というか、恐竜じゃないか。ああ、やられた。はい、死んだ。結構むずいな、このゲーム。一面のボスからして結構強いね。ああ、死んだ。うわ、溶けた。この攻撃は強いな、このビリッジが長いし。おお、飛び道具できた。もうちょっと倒せそう。あ、やられた。あ、死んだ。ゲームオーバーですね。じゃあこれ使ってみようか。あ、倒した。これがボスか。雑魚戦ですね。やっぱアップしたんですね。あ、そうか、これ毒食らったんですね。あの進行方向とは逆の方向を押さないとなんかね、操作できなくなる。あ、でも元戻った。まあ雑魚戦もなんかちょっとしたファイナルファイトっぽいところもありますけどね。どうも。強いな。ちょっとパワーアップしましたね。あ、
東京タワーがある。ボス戦ですね。あー、うまくいった。あ、東京タワー投げた。連打すればいいのかな、これ。あー、やられた。あ、死んだな、これ。うわ、骨になった。完全に怪獣プロレスって感じやな、このゲーム。ああ、死んだ。十字ボタンを振り回す感じか。ああ、でもダメや。組むときがなんかあれやな。これ回避するのが難しい。あ、うまくいった今。あ、死んだ。あ、ゲームオーバーや。あ、まだあるか、コンティニュー。サイバーウォー使うか。おお、なんか出たね。あ、なんか出た。あ、倒した。あ、まだか。あ、倒しましたね。あ、そうか。第2段階があるねんな。第2形態。これ倒せば、あれですね。ああ、死んだ。よし、倒した。これでクリアですね。グランドキャニオン、これがボスですね。ああ、罠やったんか。これ雑魚戦か。なんかモグラ叩きみたいやな。あ、これで進めんの。Thank you.
あ、なんか変やったな。なんかダウンしたみたいな音がしたな。あ、ボスか。あ、ボスできた。うわ、なんかウルトラマンに出てくるツインテールみたいな感じやな。ツインテールって名前のね、怪獣がいるんですよね、ウルトラマンに。それに似てますね。あの女の子のね、髪型のツインテールとはまた違うんですけど、もちろん尻尾が2つあるように見えるからツインテールって名前なんでしょうね。あ、親帰ってきたな。終わりですね、今日はね。これで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。これ最後の残機やもんな。ちょうど最後のコンテニューやったと思うんで、これでやられても終わりやし。あ、むくみ合いになったよ。うわ、めっちゃ減った。もう終わりやな。あ、出た。組合が結構あれやな。あ、勝った。あ、死んだ。はい、ゲームオーバーですね。はい、ゲームオーバー。はい、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。